これ入れといてよ、まあ、ちょっと皆さんナイスお願いいたします。しばらくですね、皆さんこの顔見てください。顔見られた顔じゃありません。申し訳ございませんね、皆さん。ちょっと待って、予習者今ね買い物したんですよ。何が今開けるかね、いろいろ飯てか、このさ、唐揚げ丼なんで唐揚げだけ食ってんのこれ。だから相原にくれようと思ってさ、だってこれタルあれで、この丼の上に唐揚げ乗せてタルタルかけるんだよ。だから腹減ったから一つ食ったんだけど。だからそれ乗せないと、乗せて食わない。乗せてかけるよ、今待ってるよ、おめえ。あいつに食わなきゃ悪い。おめえ、俺の分はおめえが食ったんだよ、おめえ。だからこれ皆さんナイスよろしくお願いします。ご飯とか食えなくなっちゃう、だってこれ。あ、そうか、みんなに会いたいね、あんた。ねえ、会いたいよね。しばらく会ってないわ、皆さんに。まったく、いろんなもん買ってきたのよ、今日。母ちゃんせんべい好きだからね、せんべいは必ず買うのよ。ね、ちょっと待ってね、いろいろ片付けてくんだからさ、だんだんさ、うちの中のことたまるんだよ、ね、はあ、これはねほら、玉ねぎの天ぷらと、これはインゲンの天ぷら。私インゲン好きなの。わ、これ美味しそう。インゲン天ぷら美味しそうじゃないか。あとはこれ焼き鳥ね。天ぷらこれ塩つけて食ったら美味しいやつだよ。そう、じゃあ、皿出しちゃろうか。うん、塩でいいですよ。天ぷらにこう塩つけて美味しいやつだよ、これね。いっぱいね、友達がね仕事来たからね、母ちゃんほんと買い物行くつもりじゃないのよ。この顔じゃ買い物行けないでしょ、あんた。普通じゃこの顔行けないわよ、天ぷら買いに。恥ずかしくて、頭だって溶かしてないからさ、前の方だけさっと溶かしてさ、やって行ってきたのよ、しょうがない。友達せっかく来たからね、今帰ってきたんだけど。ねえ、どうしようもないわよ。今日はね、まとめて買っちゃったわよ。でも安かったわよ。これ天ぷら、これ塩つけて食べたら美味しいや、大か。お前これ好きだよね、玉ねぎ。あとはインゲン君、うん、切るかい、半分に。いや、いいです。半分に切んない、いいです。あと、あ、そば買ったのよ。そば入れて食べようと思ってさ。そば食わない、普通の。そばこれだけじゃ、なんかもうここも他になんかないと、これから食べないやんけ。もっと食えるよ。これ切った方がいいよ、これね、こぼすから、あんた。いいの、じゃあここで食えよ、お前。うん、もうこぼしてんじゃねえかよ。白いご飯温める、うん、あとこれ手羽だよ。食う、手羽食う、手羽食う、手羽、うん、これ一つ使ってたね。俺も食ったことねえからよ、みっちゃんうまいって言ってた。手羽食う、いらね、食べます。手羽あ、これだから、でもこれだから、でもこれご飯とかがから、ご飯だからチンして食うんだよ。これご飯にこれおかずなんないよ、これ。だからチンしようか、しようか、わチンしようかって言うんだよ。片付けてんだから、うるせえこと言うなよ、ね、うまいかい、手羽。ちょっとこれ、うん、ご飯とかやりないやろ、これ。ご飯だからチンすりゃいいんだよ、あんた。とりあえずよ、ご飯とかになったら、うるせえ。片付けなくちゃでしょ、買ってきたもの。とご飯のこと長くあるか。ご飯にしましょうか。あ？しようか。みんなおかず食っちゃっちゃダメだもんよ。でもここへご飯って食べないで。だってご飯食えばいいじゃない、ほら。これをチンして。ご飯おかずにならないか。だから、あれなんだ、今これからいろいろ出すからよ。
こぼすね。何やってんだよ、ね、母ちゃんおめえうちのこと何もしねえで言ったから、これからおめえ少しやんなくちゃダメやんちゃん。どうしようね、あんたうちの中が外もすげえけどよ、植木がすごいね。俺ね、やんなくちゃダメかな。植木ここはで、ここで、ここや食えないかが。何が納豆でいいだんべよ。納豆でよくねえかい。これがここは食べられるから。